こんなものを地球に落とす。これでは地球が寒くなって人が住めなくなる。核の冬が来るぞ。地球に住む者は自分たちのことしか考えていない。だから抹殺すると宣言した。一緒に戦った男がなんで地球潰しをする。地球に残っている連中は地球を汚染しているだけの重力に魂を縛られている人々だ。地球は人間のエゴ全部を飲み込めやしない。人間の知恵はそんなもんだって乗り越えられる。ならば今すぐ愚民ども全てに英知を授けてみせろ。貴様をやってからやらせてもらう。シャアと僕を一緒くたに自分のものにできると思うな。意識が永遠に生き続けたら拷問よ。私はあなたたちを見ていたいだけ。そりゃエゴだよ。私は永遠にあなたたちの間にいたい。シャアは否定しろ。彼は純粋よ。純粋だと？敵対するアムロの中に求めていた優しさを見つけた。あれがニュータイプ同士の共感だろうとは分かる。ララ、私を導いてほしかった。生地人の意志が感知できたばかりに。我が神聖ネオジオンの諸君、私の言葉を聞くがいい。過去、地球連邦政府が我々難民に対して行った施策は、コロニーという入れ物を作ればよしとして、彼らは地球に引きこもり、我々に地球を解放することはしなかったのである。私の父、ジオンズム大君が宇宙移民者、すなわち、スペースノイドの自治権を地球に要求したとき、
父ジオンはザビ家に暗殺された。そしてそのザビ家一党はジオン公国を語り、地球に独立戦争を仕掛けたのである。その結果は諸君らが知っての通り、ザビ家の敗北に終わった。それはいい。しかしその結果、地球連邦政府は増長し、連邦軍の内部は腐敗し、ティタンズのような反地球政府運動を生み、ザビ家の残党を語るハマーンの長領ともなった。これが難民を生んだ歴史である。ここに至って私は人類が今後絶対に戦争を繰り返さないようにすべきだと確信したのである。それがアクシズを地球に落とす作戦の真の目的である。これによって地球圏の源である地球に居続ける人々を粛清する。諸君、自らの道を開くため、難民のための政治を手に入れるために、諸君らの力を私に貸していただきたい。そして私は父ジオンのもとに召されるであろう。意識が無邪気すぎる。シャアじゃない。何、ガンダム、何さ。クエスならやめろ。そんなんで大佐を困らせないでよ。子供に付き合っていられるか。来たな、プレッシャー。こいつ強化人間か。以上はやらせん。シャア、ガナーが死んだ時のあの苦しみ、存分に思い出せ。情けないやつ。なんだと。力を無駄に消耗してるとなぜ気がつかん。貴様こそ、貴様がいなければ シャア、これ以上やらせはしない。アムロ、地球に残った人類などは地上ののみだということがなぜわからんのだ。革命はいつもインテリが始めるが、夢みたいな目標を持ってやるから、いつも過激なことしかやらない。私は世直しなど考えていない。愚民どもにその才能を利用されている者の言うことか。シャア、貴様ほど急ぎすぎもしなければ人類に絶望もしちゃいない。アクシズの落下は始まっているのだぞ。アクシズ落としを決行したネオジオン軍は、実動兵力の大半と指導者を失い、急速に崩壊した。これによりシャアの反乱は終結し、一年戦争から続いた長きにわたる戦乱に終止符が打たれることとなったのである。だがこの勝利によって得られた平穏は決して永久に続くものではなく、一時的なものに過ぎない。スペースノイドとアースノイドの間に生じた対立は依然として存在し、戦乱によって荒廃したコロニー軍と
汚染された地球は復興のあてもなく放置されている。これらが解決されない限り真の平和は訪れない。そればかりか再び第二、第三の悲劇が繰り返されることにもなる。そしてそれを防ぐことこそが幾多の戦乱を戦い抜いてきた者たちに残された課題である。戦乱の終結を見ることなく散っていった者たちの願いでもある。時に宇宙世紀0093、3月、一つの戦乱が終わりを告げ、世界は再生という目的地に向け新たな歩みを始める。